どうもこんにちは、しょうゆです。2022年11月14日月曜日放送の春撮りについて、今回も感想をゆりと語っていきたいなと思います。まずはハロプロ研修生の野外イベントに密着ということで、 GTF グリーンチャレンジデー2022 in 新宿御苑、11月5日と6日に行われた野外イベントで、ハロプロ研修生から1日目は松原ゆりやちゃん、小野田かりんちゃん、橋田ほのかちゃんが、2日目は小野田かりんちゃん、村越彩奈ちゃん、後藤花ちゃんが出演されてました。1日目に出演してた宮崎ゆかちゃんとかりんちゃんの髪型が同じ三つ編みで、事前に打ち合わせしてたのかたまたまなのかちょっと気になるところですね。ライブコーナーの振り付けを確認してる時のかりんちゃんが、ゆかちゃんが目の前にいるからなのか、すごい緊張してるように見えましたね。やっぱり本気で憧れてる先輩の前やとこんな風になっちゃうんかなって思いました。まあ全然違うこと考えてたかもしれんけどライブコーナーの映像はゆかちゃんと梶島彩ちゃんのボーイズビーアンビシャス、ハロプロ研修生3人のレインボー、あと5人の都会中の彼、この3曲がちらっと流れました。ボーイズビーアンビシャスと都会中の彼はグリーンフィールズの曲ですね。このシャッフルユニットの曲なんかは披露する機会が少ないんで貴重やなって思います。ゆかちゃんが歌ってるの久しぶりに見たんですけど、ちょっと感動しました研修生3人がフードコーナーとかショップ回ってるのって自由時間みたいな感じなんかなと思って、でチラッと映ったけど、多分カメラの映らんとこにもっといっぱいオタクいたんやろうなって思いました。アンケートに答えるとキャベツがもらえるっていうのがなかなか衝撃で、もうほんまにキャベツ一玉もらってました私も毎日キャベツ食べてるからいいなと2日目のライブコーナーは宮本かりんちゃんとお茶の間も出演してて、ハロプロ研修生3人のレインボーとハロプロ研修生とかりんちゃんお茶の間の青空がいつまでも続くような未来であれ、もうお茶の間も一緒になると人数多いなと思いました。次にお茶の間のレコーディング映像大公開ということで、2022年11月30日発売の運命ちゃ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 ん、うちらの地元は地球じゃんから運命ちゃ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 んのレコーディング映像が公開されました。レコーディング映像は YouTube のアップカミでも公開されてたりするんですけど、1曲に対してメンバー1人とか、あんまり全員分見れる機会はなくって、なんか贅沢な気分になりましたあの久保田が無音でキュルルンビーム連発してるのちょっとこらえきれなくて笑ってしまいました。本人は多分真剣にやってるからちょっと笑っちゃうのは失礼かなって思うんですけど、最近ちょっと好きかもしれないです。田代すみれちゃんのラップパートを撮ってる時にどうしようってつぶやいてて、わさびさんと一緒に見てたんですけど、もうできるかなって気持ちがすごくあったのクオリティじゃないよなって話してました。いやもうめっちゃ良かったと思いますよ。今週はハロプロ研修生の野外イベントとお茶の間のレコーディング映像をやったんですけど、この2つの間の宣伝枠っていうのかな、そこに11月16日発売のカバーズ101の紹介がありました。 YouTube で公開されてるハロプロ OG メンバーによる1対1のデュオ企画の動画を一つにまとめたものなんですけど、どのメンバーの組み合わせもすごいよくって、特にレディーマーメイドの鈴木愛理ちゃんと宮本かりんちゃん、サマーナイトタウンの田中玲奈ちゃんと佐藤まさきちゃんは鳥肌ものですね。YouTube で公開されてないものやったら、恋のバカンス、エバタキサキ、ヨフウルノ、もうこの文字の並びだけで強すぎ来週はお茶の間の GFT グリーンチャレンジデーに密着とハロプロ研修生発表会のリハーサル映像なんですけど、一瞬やったの見ました？そうなんです、吉田ひろはちゃんが帰ってきましたやった、来週も楽しみですね。2022年11月14日月曜日放送のハロ撮りは TVer でも配信されてるので、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2022年11月22日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。